ゴースナップショットが実装されて、早、一月。基本的に毎日ドーブルをゲットしてます。一日だけうっかり忘れたのが悔やまれます。そんなわけで、現在のカメラマンのメダルは26です。実装から一日除いて毎日やってるので、本当なら30は言ってるはず。バグだと思うのでスルーします。ドーブルが映り込むのに、何か規則性はないものかと毎日探るのが楽しみでした。こうやって、景色などの情報量が多い方がいいかなとかやってました。後自動じゃないことを示すために、あえて手ブレを加えたり、あとポケモンをタップしてアクションを起こしたところを撮影したり、あとブーストかかってるポケモンとか。その結果わかりましたが、規則性はズバリありません。ランダムです。数打ち当たるです。というわけで重要なのは撮影する速度です。効率的に無駄なくタップして撮影していきます。効率的にタップするマシーンとかします。と言ってるそばから出ちゃいました。気合い入れて手元用のカメラも用意して撮影してたのに、なんてこった。速い速度で撮影していく手元を撮影しようと思っていたのです。まだ動画1分ちょっとです。オチが来るには早すぎる。とりあえずドーブルゲットしておきます。もうドーブルが出ちゃいましたが、撮影のコツみたいのを紹介しておきます。要は指の動きを極力少なくする感じです。 Android だと戻るボタンがスマホの下にあるので、撮影したらそれを連打してマップ上に戻ります。こんな感じで1枚撮って戻るボタンでマップに戻り、また同じことを繰り返すって感じです。この速度を上げることがモチベーション保つコツです。なんか残念なモチベーションの保ち方ですけど、とにかく数です。私の経験だと多くても50枚ぐらいです。基本的にもっと早く出現します。あまりにあっけなくドーブルが出て近く倒れになってしまいましたが、4月1日、ゴースナップショットにサトシのピカチュウが出現するというではありませんか。これは私の腕の見せ所です。あの時見せられなかった高速撮影を見せてやる。さてここでやるとしますか。ここはポケストップが3つ入るので、撮影しながらゴープラをしてればアイテムも入手できます。今も毎日ドーブルゲットしてます。この間初めてドーブルに逃げられちゃいました。ピカチュウ出るまでやります。腕が鳴るぜ。完全に企画を潰しに来てるな。まあいいだろう。5体まで出るみたいなので、全部出るまでやります。とりあえずマップ上に出現したサトシのピカチュウをゲットします。色違いあるので狙いたい。通常色でした。ゲットです。ほんじゃ、このゲットしたピカチュウを早速撮影。ピカチュウ出ず、いいぞ。そう来なくっちゃ。撮影するポケモンはタップしやすいところなら何でもいい。また出ちゃった。これはあれか、簡単に出るのか。ほんじゃ3体目狙っていきます。また出た。4体目狙います。また出た。簡単に出るようになってるんだな。では最後の5体目狙います。出ない。そう来なくっちゃ。2回続けて出ない。いいぞ。簡単に出たらつまらない。あー出ちゃった。とりあえずピカチュウをゲット。おそらくこれで終わりですが、不完全燃焼なので検証の意味も込めて気が済むまで撮影してみます。本来はこんな風に猛烈にアタックして出したかったのです。指の動きに無駄がない。俺はマシーン、撮影するマシーンだ。
固まってしまった。撮影しすぎると固まるのか。バグレポート提出だ。そんなのないけど。再起動だな。頭上は桜、良い感じです。再びスタートです。ここで彦本、撮影効率化の新しいポイントを発見する。真ん中の OK を押すことはなかったんです。画面をタップすれば次へ行くのです。次の画面に行った後、そのままそこの撮影ボタンを押せば撮影できます。これでさらに撮影が早くなる。これは引っ掛けです。そのまま下の撮影ボタンをタップ。そもそもこのウィンドウ毎回出てきてうざいです。そうそう、ピカチュウだけじゃなくてサトシ自身も映り込むみたいです。ツイッター検索しても少ないので自分が出ないと信じがたいのですが、ワンチャン狙いたいところです。サトシが出た場合はマップ上に何が出るんだろう。まあピカチュウでしょうけど、というかエイプリルフールネタならサトシとピカチュウを一緒に出してもよかったんではないかという気がしないでもない。最後にピカチュウが出てから87枚撮影しました。もういいかな。現在のカメラマンメダルはこんな感じ。ピカチュウ5匹分追加されるので今がお得です。いつまでやるのかわからないのがなんですけど。というわけで、ゴースナップショットのコツとエイプリルフールネタでした。